制服フェティシズムとは、制服に性的興奮を覚えるフェティシズムの一種。セーラー服コスプレの例。セーラー服やブレザーは、若さを象徴する記号として認知され、コスプレ風俗店やイメージクラブでもコースが存在している。アダルトビデオ作品などでも制服に特化したタイトルや、コンセプトの作品が多い。制服を着る、もしくは着せることにより性的興奮を喚起されることは、 直ちに性的な逸脱といえず、ロリータコンプレックスやショタコンなどとの境界は曖昧である。学生時代の制服を所持している人も多数存在しているために手軽なコスチュームプレイとしても認知されている。男性が制服を好むという認知がされることが多いが、女性にも学生服が好きだという層は存在する。特にセーラー服を女子の制服として採用している国は少ないので、 スカートにブラウス、ジャケットに、ネクタイといった標準的な学生ファッションが主流である。こうした制服の典型は、TATU の衣装に見られる。形としては、制服をコレクションとして集めることに欲求を満たす、ものもいれば、さらに女装して楽しむという形、制服そのものに対して、G や写生などの性的行為をするものもいたりと、様々である。 制服には職業をイメージさせる役割がある。また、社会的通念として制服にはいくつかの固定観念が備わっている。そのため制服に対し特別な興味関心を抱く場合がある。自衛官、客室乗務員、看護師、OL などの制服が、制風属他では好まれる制服である。ありがとうございます。